マジそれやってみてって感じ、うん、悪い男には騙されるな、年齢で判断すんな。ありえないよね、ありえないよね、下げあるのがおかしい。はいはいはい、いつからこの先生になってました。あ、じゃあ私怪我した、怪我した、俺怪我してない、私怪我した、うん、彼女怪我した、いた、病院に行ってきた、行ってきた、心配してほしいよね、うん、心配してほしい、彼に、うん、痛かった、大丈夫、うん、大丈夫、大丈夫じゃない、ちょっと俺ゲームいいとこまでやってっから、え、大丈夫、心配してよ、ほんと、ほんと、ほんとじゃない心配してって言ってた、大丈夫、え、心配して、俺ほんと超心配してる、マジで、大丈夫、心配してないじゃん、ほんとゲーム行ったじゃん、すぐ、いや、ごめんごめん、大丈夫、いや、ゲーム行ったじゃんってなるでしょ、うん、それで、はぁ、なんで心配してくれないのって思うじゃん、うんうんうん、それを言います、彼、うん、そしたら、いや、俺はマジで心配してたし、うん、心配じゃないわけないじゃん、みたいな、え、わかる、この、わかる、わかる、この感じ、うん、なんか知らんがな、そう、知らんがなじゃん、お前のそれ知らんがな、お前がね、ゲームとかしてて、うん、なんか片手間で、うん、大丈夫、うん、それそれそれ、それを見て心配してないって私感じたんだよ、心配してるとか、うん、そう、なのに、いや、俺心配してたし、は通用しません、じゃ心配してるから電話したんじゃんとかね、わかる、心配してるから俺、ニコちゃんが病院着いた時に電話したでしょ、心配してなかったら電話しないでしょとかっていう、あの引き換えのものを出してくるんですけど、違います違います、すみません、てかなんかお前そういうつもりだったみたいな、いやれれれれれつもりないんだ、みんなつもりなくやってんだけど、それで相手を怒らせてしまったのであれば、うん、その傷つけた心をまず癒してほしい、そう、ごめんって、その眉毛も素敵なんだよって、でもそういう風に聞こえちゃったよね、俺の言い方が悪かったとか、うん、そうだよ、改めろ、そう、改めろ、うん、まず自分が悪いと思う、そう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 、そう、相手がしょぼんってなってたら、うん、何かあったんだろうよ、お前の言葉だよ、態度、そう、いろんなことでそいつを傷つけた、そう、な、じゃあ謝る、謝る、私結構どんだけ理不尽なことを言われたとしても絶対謝るし改めようと思う、だって好きな人が傷ついたんだもん、私のせいで、そうでしょ、私のせいで泣いてる、そう、だって私が傷を癒してあげなきゃ誰が、誰が癒すか、ね、その傷を癒すのが自分、彼女だろ、そうな、その傷を他に癒されてみろ、癒されてお前怒るだろ、怒るだろな、いろんなカップルがいるわけじゃないでしょ、この世の中にっていうのは、けどさ、同じことで大体揉めてね、うん、同じことで、うちもこの間それで揉めたわとか結構聞く、ある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 、だから多分絶対男女で起きる問題だと思う、そうそう、だから逆に男性はこれさえ思っていればステップ1は謝罪、ステップ2反省、ステップ3改善策を提示する、はい、読んで愛情表現していきましょう、そうですね、抱きしめてあげましょう、抱きしめる、許しを得た後ですよ、そう、そうそうそう、うん、でその後にもし言いたいことがあなたもあるんだったらその後に話しましょうっていうね、うん、この4ステップやってみてください、絶対関係もっと良くなると思う、いや良くなると思う、で彼女もそんななんかないないってなんないと思う、彼女がもしはっはっってこうなんかすごいこう怒っちゃう彼女がいたらマジそれやってみてって感じ、うん、分かる、うん、そんなならないから、それができたらこっちもイラッとしないし、そう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 、だからこの順番間違えるとマジで危ないんですよ、まず最初に言い訳、一番最後のものが一番最初に来ちゃうと、うん、もう番狂わせになるんですよ、何言われてもえってかさみたいな、うん、なんで最初に自分守る言い訳すんの、うん、そう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 、そう、彼女にも守ってほしいこともあります、はい、怒り、怒った時ですよね、はい、何こいつってなった時に、うん、何心配してっていう入りじゃなくてちょっと可愛く言いましょう、ね、心配してくれないなっていうトーンで入りましょう、彼氏だってこういう感じで言っちゃうとはってなっちゃうじゃん、鏡だから、そう、もうそうなのお互いを助け合うという意味で、そうな、手をあげろ完全に合うやつなんかいないわけ、いないよ、そりゃそう、どんだけいい人でも不満が出てくる、うん、そりゃそうですよ、なぜ、そりゃそうよ、だって生まれた場所も違ければ関わってきた人も違う、何もかもが違う方が出会ったんだから価値観も違う、そうや、そうよね、幼なじみなわけじゃないしさ、そう、価値観が違うとかの理由で別れちゃう人はもう誰と付き合って無理、だって会うわけないんだから、そう、会った方が奇跡だし、そう、大事なのは価値観が違った時に話し合える相手かどうかっていうところじゃないですか、この動画を撮るつもりは全然なかった、うん、ドンキの爆買いのね紹介動画でちょっとその話になって、もうちょっともう話さずにはいられないわと思って、うん、この動画を回させていただいた、はい、この動画の一番伝えたいことって悪い男には騙されるな、うん、なの、うん、本当に最終的にね、まず何があったかっていうと、うん、タイプだなって思う人がいたの、うん、軽く連絡を取ってで、うん、その人が思わせぶりっぽいことをすごいしてくる、うん、まず、うん、ニコちゃんって、うん、女子を綺麗系と可愛い系に2つに分けたら綺麗系だよね、うん、みたいなこと突然に言い
ってきて、うん、え、ありがとうみたいな、うん、って言ったら、なんか俺綺麗系の子がめっちゃタイプなんだよねみたいな、うん、とか言ってきたり、なんか LINE が苦手みたいな、うん、電話になっちゃうんだよねみたいな、うんうん、で電話したりとか、なんかわかるその感じ、うん、とか、私が小池栄子さんに似てるって言われたのよ、うん、で、みたいな、初めて言われたとか言って、うん、あ、確かに父の大きさは似てるかもってちょっとボケたの、うん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 、でもなんかそんな私の父の大きさなんか知ってるわけないから、うん、あ、そうなんだみたいな、あ、違う違う、ごめんねみたいな、うん、いや、あの、なんならあの父欲しいなって思ってるタイプの人間ですって言ったの、うんうん、そしたら、え、でも俺、女子の胸の大きさとか気にしないんだよねみたいな、うん、聞いてもないのに、みこちゃんごめん、あの、チョコついてる、すいませんって言ってきたり、マジで随所に、あ、わかるよ、なんていうの、西にちょっと気になってるよ、みたいな、なんかその、うん、なんていうの、よ、なんて言ったの、わかんないな、うん、匂わせみたい、わかるわかる、俺、そういうの好きだよ、うん、とか、うん、あなたのいいところを俺好きだよ、うん、みたいな、そう、そう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 、ちょこちょこ言ってくるの、うん、で、なんかやめられない電話とかもしちゃったりしてて、まあ、ちょっと気になる存在になった、はあ、もちろん、はあ、家具屋さんでいい家具屋さん知らないとか言ったら、あ、じゃあ俺一緒に行ってあげようかみたいな言ったりすんの、うわ、いるよね、インスタの写真、うちが載せた写真を送ってきて、髪色かわいいとか送ってきたりすんの、え、彼氏、え、じゃあ、うん、わざわざスクショして、うん、送ってきて、うん、え、なんて言ったの、なんて言ったの、ご飯行ったことがあって、その時に恋愛の話になって、うん、俺はなんか臆病だみたいな、彼女とか今恋愛をしようっていう気にはなれないみたいな、うん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 、で、というのもトラウマがあると、うん、わかる、ダメだよ、ダメでしょ、うん、もうね、そういうこと言う男って大体ダメ、大体ダメだよね、ダメ、で、うちもそこでなんか、うんって思ったの、うん、なんかだって出会って間もないんだけど、出会って間もないどこの馬の骨かわからない女に自分のトラウマって話すかなまあその時は普通に、あ、うん、そうなんだみたいな、うん、かわいそうに見えちゃって、はい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 、そのなんか、え、そういうトラウマがあるんだみたいな、うんうんうん、だから自分から行けないみたいな、うん、俺は自分から行かないから来てもらわないといけないんだよねみたいな、うんうんうん、だから、いいとこまでいっぱいやっといて、そう、ニシに対して、こう、え、もしかしてこの人好意あるって思って、こっちも乗り気になるわけや、うん、で、こう来てほしいんでしょ、うん、多分、で、なんか LINE とかも結構頻繁に無視されるんだ続かない、うん、でも別に続かないから、うん、で、LINE 苦手って言ってるし、まあいいやと思ってたの、うん、そしたらなんか、忘れた頃ぐらいにポッてまた LINE が来る、で、雑音ドック作戦、作戦、わかる、わかるよ、考えちゃうでしょ、うんうん、コンスタントに帰ってきて、うん、日もあれば、うん、急にパッタリなくなって、うん、えって、うん、なんで帰ってこないんだってなったでしょ、え、なったなった、実はなったでしょ、実はなったで、なんかさ、好意的なのをなんかこう抜けてくるのに、うん、その LINE は適度に無視されて、うん、何なんだろう、この人って、うん、でもよくよく考えたの、うん、トラウマがある、わかるよそれはね、少なくともある人はあるじゃん、うん、それについては何も言いたくないんだけど、うんうん、トラウマがあって恋愛する気ないのに好意を向けてくる、これ謎じゃないですか、はい、トラウマがあって、うん、けどだからこそ、うん、信頼できる女性を慎重に探したい、うん、好意を向けられる、だったらわかる、恋愛する気はないって最初に言うことによって、私とその人が中途半端な関係になっても納得せざるを得ないじゃん、はい、最初にそうやって言われたら、俺誰とも付き合う気ないんだよねって言われちゃった、うん、超危ない男だから言ったじゃんってなるってことでしょ、こっちがさ求めたら言ったじゃんってなる、そう、しかもね、なんかめっちゃね陰キャラアピールをしてくるの、うんうんうん、なんかニコちゃんってお酒飲むのみたいな言われて、うんうん、そんな中飲まないかもって自分から進んで、うんうんうん、俺もなんだよねみたいな、うん、でお酒の場が超苦手で、うん、本当に俺友達いないから家で過ごしてる方が全然いいみたいな、俺たちって似てるねみたいな、言ってくる、うんうん、女の友達も全然いないし、ニコ、うん、ちゃんが初めてぐらいのこうやってなんか連絡取ったり、うん、女の子の友達っていう感じができて嬉しい、はい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 、でもね、うん、怖いのがここからそれだったらまだいいじゃん、うん、なんかうちの被害妄想なのかなって思うじゃん、はい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 、勝手にネガティブに考えてうちで転がそうとしてんのって思うけど、うん、ここからが怖いんです、はい、私の女友達にその人の話をしたんですよ、うん、したら、え、いや、〇〇めっちゃ飲んでるよ、あれめっちゃ飲んでるよって、うん、あそこのゴンゴンに飲むバーみたいなのがあって、うんうんうん、そこにいるよみたいな、え、何の嘘、うん、みたいな、それ証言1、うん、で証言2、うん、他の女友達に話した、うん、そしたら、え、てかうちも同じこと言われました、あれトラウマとか誰とも付き合う気ないとか
相手から来てほしいとか、うん、同じこと言われましたってやって、え、怖いよ。キモってなって。キモ。てかさ、トラウマをさ、そんなベラベラいろんな人に話す。え、それだ。トラウマじゃねえじゃん。トラウマじゃねえじゃん。うん、それを、うん、本当に信用しようと思った女の子だけに言ってんだったらまだわかるよ。うん。キモいなの。キモくない？キモい。成敗。成敗。何それ？え、うん。全然、うん、自分陰キャでもないし、うん、全然多分女遊びもしてんのよきっと。してるしてる。なのになんかその純粋無垢な感じでこう西に近づいてきたってことでしょ。そうだよ。で俺はなんか本当トラウマがあって、うん、だけど俺は今誰とも付き合う。だから 何がしたいの。マジで。いやマジでそうじゃない。だからでも都合のいい関係になりたいんだね。だから自分も好きでいてくれるっていうのは、うん、多分気持ちがいいから、うん、その状態をキープしたい。そうそうだと思った、うん、その人って多分いろんな人をモテたいんだろうね。あ、いやそう絶対そういう人を作りたい人の動きなの全部、うんうんうん、で一人に縛られたくはないんです。そうなんかそういう概念の人ってどういうことなんだろうね。承認欲求高いんだ。あ、そういうこと。もう承認欲求がゴンゴンなの。だから一人じゃダメなの。いや寂しいやつだ。寂しいやつだよ。うわ、いるよね。いるよね、うん、思ったんだけど、うん、やたら自分がチャラくないよとか、うん、飲んでませんとか、うん、女性に臆病ですとかってやたらアピールしてくるやつって、うん、絶対逆。逆ね。絶対逆。そう。え、それな、うん、でしょ。確かに。だってそんなん言う必要なくない、うん、わざわざ、うん、なんかめっちゃ根掘り葉掘り聞かれたら、うん、いやなんかね、あんま女性苦手なんだよねって言えばいいじゃん。うん、確かに。最初からそのテンションで来るってさ、信用させようとしてんだろうね。え、そう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 。高等なテクニックですよ。詐欺師。詐欺師。普通にいいやつやんって思っちゃった。うん。いろんな話して、うん、聞いたなって思ったし、うん、なんか楽しくて長電話しちゃったねとか。言ってくる。もう全部テクニック。全部テクニック。もうこうなってたんですよ。あなたは男宛ての裏で転がすとか言ってたけど、うん、転がされてた。ね。マジでそう。でしかもね、うん、電話してる時に。おかんとおとんとランチに行くんだけど、はいはいはい、おかんとおとんに言われた場所がちょうどその人が住んでるとこらへんがいいって言われたの、うん、でランチしたいって言われて、うん、で聞いてみたの、うん、てかさどこどこに住んでんだよねみたいな、うん、その辺でいいランチ知らないみたいな、はいはいはい、でああわかんないな、なんか それこそランチとかも行かないんだよね俺みたいな、うんうんうん、もうほんと外に出たりしないからみたいな余計だね、なんつうそのなんか、うん、アピアピ、うん、って言われて、あそうなんだじゃあ大丈夫みたいな、うん、なんか調べるわって、うんうん、言ったら後日遅くなってごめんここ予約しといたからって予約してくれた、めっちゃいいやつだね。めっちゃいいやつだしそんなこといやめっちゃいいやつだし、うん、そういうとこできんだうわだるいなだからもうそ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 う騙されるわそれは。しかも気聞くのなんか、うん、多分気聞く人イコールチャラいってしちゃったらもうダメなんだけど、え、でも多くない？多い、ね、なんかさらっとさりげない優しさ出せる人って慣れてるよ、うん、いやいや本当そうよ、女の人に慣れてるよ。え、そうだからうち言うじゃん不器用な男の方がいいって。うん、そうそうそう、不器用な方が絶対いい。頭悪いぐらいの方がいいよ絶対いい。本当にそう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 、なんか女の人の気持ち分かんないみたいな。そう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 、でもそれもそれでイライラすると思うけど、うんうんうん、でもそれぐらいの方がいいよ。うん、そっちの方がまっすぐ。マジでなんか屈折してるなって思います。本当に。はい、何ですか。はい、何ですか。この間、あの上男友達と話してて、うん、年下なんですよ、うん、その、うん、男友達はね、うん、24とかそんぐらいかが、なんかいや、今、俺らの中で28歳、29歳が一番いいんじゃねってなってますって言ってた。人によるだろ。俺らって言ってたよ、わかんない。俺らっていうか何人いるのかわかんないけど。いや、全然全然人によるだろって、その28歳、29歳の、まあ、聞けなんでもそいつが言うには今の24とかまだ落ち着いてない、うん、結構なんかこう飲みパリピ、うん、遊ぶ、うん、お得、うん、っていう感じがあって、うん、なんか安心できない。うん、けど28、9ってもうそういう遊びも終えて落ち着いてきた、うん、精神的にも落ち着いている、うん、よくねで経験があるからよくねっていう話らしい。いや申し訳ないけど水さすよね。うん、さすさす。え、自分のことそう思ってる。じゃあ精神的に落ち着いたなって思ってる。24とかから見たら落ち着いて見えてるんじゃない？でもさ、でもさ、これってさ、思うんだけど、うん、いや、うちだって多分そうだよ。なんつうこう、みたいな感じはないんじゃないみたいな、みたいなね、うんうん、ないんじゃないって思われる、うん、けど、精神的に落ち着いてるかっつったら、全然別に泣いたりもするし、うん泣くよ、それは。泣いたりもするし、落ち込んだりもするし。そらそうだよ。メンヘラになる時だ。いや、そういうやつじゃねえんだよ、多分。じゃねえんだ。多分違うんだよ。そういうとこも見えんじゃん。まあね、まあね、まあね。そこを期待されて、確かに。そういうことがないって思われて、狙われたって、確かに。こっちが傷つくだけだから。すごい考えてんじゃねえぞ。
確かにな。分かる。こっちだって落ち込みてえよ。で、なんか、あれ精神的に全然自立してねえじゃん、こいつ。思ってたんとちげえ。じゃん。で、可能性もあるよな。うん。むずいんだよ、これ。むずい。だから別に何歳がいいとかじゃねえんだよ。そう、年齢で判断すんな。言ってやった。なんかさ、ドラマに1個物申したいのはさ、例えばよ、石原さとみさん、はい、みたいな誰が見ても可愛い、はいはいはい、女子がモテない役とかあるじゃないですか、はい、ありえないよねって。ありえないよね。だってもう石じゃん、原石じゃん、うん、それでさ、ほらドラマをね、うん、作る人たちもさすがにそれは分かってるだろう、うん、いや石原さとみちゃんはその可愛いってこう一皮むけたシーンになったら強いですけど、芋するのはどうしましょうっつってさ、うん、無理やり眼鏡かけさせたりさ、うん、ちょっと髪ボサボサにしたりするでしょ。でもあのキューティクルだからボサボサにしてもなんかこうそんなボサボサじゃないし、なんか姿勢とかでこうやってやっても可愛いが出ちゃって、だからうちわを使う姿勢とかもだってもううちわもこうできるからもう親近感、見てる人が、うん、分かるわ、うちもこんな感じ、髪の毛寝起きこんな感じ、うん、ね、四角くなるよ、広がるよ、うん、その子がモテていくとか、うん、その子が可愛くなっていく、うん、シンデレラストーリー、これ見たいんじゃないですか、うん、何ですか、最初から出来上がってるんですか。そうですよ、スタートラインがゴールラインなんです、私たちの。そうなんですよ。だからぜひね、日本のジャパニーズドラマを作る人はぜひ声をかけてください、ね、うん、アテンドしてください、アテンドしてください、考えなら自由ですから、うん、私たちも寝起きでいけばいいんだからね。寝起きで出てればもう、ね、オッケー、完璧って、完璧、監督の求めてるもの、うん、そうそうそう、うわこれだってもう汚いみたいな、うんうん、あ、じゃあニコさん普通に、はい、いつもの寝起きというか、もう何も気にしないで一回生活して見てるみたいな、このセットの中で。あ、わかりました、はい、じゃあ行きます。でーん、よーいカット、よーいカット始めさせてくれないよーいカット、よーいカット。最近さ、すごい疑問に思ってることがあって、打ち上げていいですか。どうぞ。毛が濃い男性ってどう思いますか。あ、脱毛男子とかも増えてきてる中で、毛がない方がやっぱいいのか。うわー、これ結構問題っすね。問題っすよね。どうだ、別に濃かろうが好きだったら何でもいいかも。そうだよね、私もそう。なんないそのなんか別になんかどっちでもいいというか感じなの。でも結構さ、男子でさ毛濃いで悩んでる人いるじゃん。俺毛濃いんだよねみたいな、うんうん、でなんで毛濃いんだろうと思ったの、うん、ふとね、うん、なんで毛が濃い男子と要するに男子がいいんだろうって思った時に、男性ホルモン多めの人が濃いよみたいな、はいはいはい、でそれつながりで男性ホルモン経由で男性ホルモン強い人がハゲるよみたいな情報も入手したんですよ、はいはいはい、で男性ホルモンが濃いから毛濃いは分かんない、うん、男性ホルモン濃いからハゲるはマジで意味分かんない、矛盾してね、矛盾してね、毛濃いくせにみたいな、そうそう、やがてハゲるみたいなさ、なん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 か言わない、なんか男性ホルモン多いや多い人は、そうなの、ハゲるんですか、ハゲるみたいな、だから性欲が強い人はハゲる、毛濃いオアハゲみたいな、男性ホルモン濃いで毛濃いの分かっちゃう、なんか、はいはいはい、もじゃもじゃ、うんうん、ライオンみたいな、うんうん、その男らしさ、はいはいはい、ハゲるはなんか違うね、ハゲるはなんでしょう、逆に言っちゃうみたいな濃いからハゲるはちょっと見ようね、ちょっとわかんない、だって毛濃いんだったらもうハゲねえだろみたいな濃く色よみたいな、そうなんでハゲるの、ハゲるなんでだろう、そう、その神ね、うちが言いたいのは神の問題ね、神に言いたいんだけど、神はどういう、どうしてそういう作りにしたのかってことだよね。そう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 、男性ホルモン多いよ毛濃いでいいよ、うん、男性ホルモン多いよハゲる、なんでなんでなんで納得いかないんだね、納得いかないね、女性ホルモン多いから体に丸みがある、はいはい、分かるよね、はい、男性ホルモン多いからハゲる、なんでなんで毛なくなっちゃう、え、なんで、うん、辛くない、辛い、いいじゃん、なんか男性ホルモン多いから筋肉量が多くてガタイが大きいとか、分かる、あ、男性ホルモン、え、なんでなんで、しかもなんで頭部だけみたいな、確かにね、おかしくね、だって体もハゲるとかだったら分かる、そう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 、全部みたいな、とかなんか違った毛質の毛が生えてくるよみたいな本当に男性ホルモン多い人って、うん、キッチンとかで使う体をし、あーみたいな、髪の毛だよみたいな、髪の毛だよみたいな、分かるよ、うん、確かに男性っぽいしねみたいな、ハゲる、なんで女性らしいみたいな、どっちかというと、どっちかというとね、どっちかというと丸み系じゃん、うん、え、むずむずくね、そうなんだ、その初期設定ちょっと、ちょっとなんかあんまり初期設定が悪いな、納得いってないですよね、うん、
結構初期設定悪いところいっぱいあるよ。いっぱいあるよ。言わせてもらうよ。いや本当に初期設定まず悪いところ。もうそのさ、うん、差があるのがおかしいやん。はいはいはい。もう本当にそうですよ。うん、顔はまあその認識できないから変えるのは分かると。うん、まあそれはしょうがない。それは分かりますけど。誰が誰か分からなくなっちゃうね。そうそう。体。体ね。毛とかさ、そうそう毛の量とか、うん、長さとか、うん、そこ変える必要あったの。毛質とか、ね。そうそうそう毛質とか。一番いたのはやっぱ乳。父だな。そこのさボリューム変える必要あったみたいな。そう本当に。で何ちょっと大きいのがさいいみたいなさ時代でしょ。長らく巨乳の女性が魅力的だった、うん、で貧乳はなんかあいつも出ないらしい、うん、で煙たがられる、うん、煙たがられてるんだうちら悪口になるじゃん貧乳って。確かにね。なんか確かにね。そうなんかいやあいつ貧乳だからみたいなマジみたいなさ、うん、悪口になるってじゃん、うん、人の体が、うん、よくないよね。よくない。あいつ軽濃いかとかさ。よくない。別にいいや。うん。みんな稽古かったらそんな話題出ないよね。そうなんだよ。だからなんで薄い方がいいみたいになってるのみたいな。うん。そう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 。ハゲるが悪いみたいな。うん、おかしくない？おかしい。そこじゃね？毛ってさ、まあ細菌とかウイルスから体を守るために鼻毛とかさ、耳毛とかあるよとか。めちゃくちゃだから守れるよってその毛濃い人はさ、自分をね。そう。だからその毛がさいっぱいあって大昔の人とかって狩りとかしててそんなさツルツルの状態だったらさ細菌入りまくりじゃん。だからより男性として強く生きるために毛が濃くなる男性ホルモンが多い人、うん、ってなってったのかなと思った。はいはいはい。ハゲるなんでマジで理解できない。ちょっと答え見つかんないわ。かわいそうじゃん、うん、だってせっかく男性ホルモン多いのにハゲちゃったら細菌から身を守れなくなる。確かにね。かもしれないじゃん。その男性ホルモン女性ホルモン多くても別にハゲはしない。ハゲはしないじゃん。だから分かんないけど女性ホルモン多すぎて乳でかいとか。あ分かんない。ないじゃんね。なんか女性のそのうわ女性ホルモン多すぎるんだねこの人みたいな、うん、なんか変わること。確かに確かに。女性ホルモンがあるとどうなっちゃうんだろう。エロくなるとか。いやでもそれはありそう。ホルモン多いからそういう性欲強くなるのはありそうね。 あるかな。やっぱ生きるためのホルモン、はいはい、そう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 。それはありそうね。ねえ、てかてか、うん、スターバックスさんに、はい、一言物申したいんですけど。どうしました。いつからこのケースになったんですか入れ物。あーなんか今までこれだったんですよ。これで普通に蓋されててみたいな、はい、でストローで飲むみたいな、うん、なぜこの形に。確かにアイスですよねそれは、うん、ストローはないんですか。そう嫌なんですけど。エコなんじゃないですか。エコ、うんうん、だったらそいつもこの入れ物にしてくださいよ。限界があったんじゃない。そのアイスコーヒーとかだったらその容器でもいいけど、このフラペチーノとなるとあのダメだよねみたいな、なんか原因があったんじゃないですか。ラーメン食いたくねえ。ごめんね。